エヴァ、内臓をやられてる。出血もひどい。リスクは下準備はエマが全部やってくれた。あとはディスクを入れるだけらしい。これで AI にウイルスが侵入する。うまくいってるのか。エマを信じろ。抗体エージェント、接続が断たれた。ウイルスは全部入ったのか。いや、表示は 90% で止まってる。オタコン、エマは間違うわけがない。だがワームクラスターの一部が改ざんされていたのかもしれない。エマの手を離れた後に愛国者たちが。ウイルスはちゃんと機能するのか。わからない。お兄ちゃん、うまくいった？あ、心配するな。そう、よかった。これでお兄ちゃんの家系に仲間入りしなくて済んだ。そうだな。ウイルスが効かなかったらあれを破壊する。もしくはソリダスたちを倒すしかない。どうやって乗り込む？いくら俺でもあいつには潜入できない。中から手引きでもしてもらわん限りな。お兄ちゃん、私本当は。なんだ？僕を恨んでるんじゃ。私、お兄ちゃんを困らせるつもりなんか、苦しめるつもりなんかなかった。アーセナルに関わったのもお兄ちゃんの歩いた道をなぞってお兄ちゃんに近づきたかったから。振り向いてほしかったのはお兄ちゃんに、一人の女として。いい、それはできない。そんなに正直に否定しないで。辛い。悪かった。最後にお願い聞いてくれる？何？名前呼んでくれる？エマって。え？私をエマって呼んで。いいじゃダメかい。エマ聞こえないのか。僕が君の前から去った理由はあの事故じゃない。僕は
君のお母さんと関係を持ってたんだ。誘惑された。そのままズルズルと親父の事故、あれは自殺なんだ。全て僕が悪いんだ。許してくれ。退避を開始せよ。ここを切り離すつもりだ。どうなるんだ。沈む。人質を何とかしないと。カモフの整備は済んでる。全員は乗れないぞ。乗れるだけ乗るしかない。彼女も連れてはいけない。これよりカウントダウンに入る。ビッグシェル上部に残っているものは直ちに退避エリアに入れ。いつも僕だけが生かされる。なぜなんだ、ウルフ。オタコン、人質を頼む。君たちは。俺たちは乗らない。俺たちはあれに乗る。ウイルスが発動しなかった場合、海に沈める。僕が変わりたいよ。お前にはお前の役目がある。分かってる。僕には荷が重すぎる。違う。人質を救えるのはお前だけだ。分かるな。あれを二人の力で破壊するのはおそらく無理だ。奴らを排除するしかない。血を頼むぞ。重量オーバーでも何でもいい。岸までたどり着けばいい。任せてくれ。直ちに太平エリアに入れ。
僕もお前もいつも一人だった。いつも孤独だったんだ。愛情に飢えてた。誰かに愛されたかった。いつもそれを思い描いていた。それを待っていた。でも違うんだよ。人から愛されるのを待っていてはダメなんだ。僕たちでも人を愛せるんだ。僕は4年前それがようやく分かった。幸せな家族を羨むんじゃなくて、幸せな家族を作ることができる。それが分かったんだ。僕は愛することを学んだ。エマ、君も人を愛せるんだ。大丈夫なのか、あいつ。奴は強い男だ。必ずやり遂げる。どうやってここを開ける？いいぞ。忍者、どうして？あれは発信してしまう。お前にはまだやってもらうことがある。今度こそ。しくじ。スネーク、どういうことだ？ライデン、悪いが眠ってもらう。動くな。裏切った。裏切る？一度も仲間だとは言ってないぞ。くそ。お前は。さ、覚悟はいい？ジャック、聞こえてるわよね。これまでの潜入データをセーブする？潜入データをセーブしたわ。